あ、じゃあお願いしますってドア開けたら武者生活臭がするんですよ。ちょっと臭いというか。村田ラムのリアル現場主義、主義、主義、主義。今のカハー何ですか？ハンバーグ師匠がやってる。ビブラスラップ。そうそう。今日は何の話しますか？はい、なんか今までアップした YouTube のやつ見てたら、一番こう再生数がいってたのが、うん、セックス教団に潜入したってやつが一番。何でしたっけ、合言葉は。 Always, 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 condom! でおなじみのセックス教団に潜入した時の話が伸びてて。あ、今どれぐらいですか？今5万超えたぐらいのところですね。え？他がまあ5000から行って1万ぐらいなんで、だいぶ伸びてるなって感じなんですけど、今の僕のチャンネルだと。あの話もね、すごい面白いですけど、うん、他のやつも相当面白いんですけど、あれだけは伸びてる。あれがバチンとなんかバズったというか、伸びましたね。ね、なんか不思議ですね。だからやっぱみんなエロいのが好きなのかなと思って。あ、でも、あるかもしれないですね。そうそうそう。やっぱ、なんか、エロいこと書ける方がいいのかなと思ってんで、僕あんまりエロいことをそんなにやってなかったんで、なんか、なかったかなと思って、はい。思い出したんですけど、なんかまあ、風俗店に行って女の子の写真を撮るみたいな。え、パネルとかじゃなくて？あ、じゃなくて、普通に、まあ、その、お店のバーターで、お店に行って、女の子にちょっと話、インタビューして、女の子の写真撮って、記事作るみたいなのって、まあ、結構、ベーシックな仕事としてあったんですけど。あ、なるほど、なるほど。ただ、もうちょっとだけ、この、女の子、こんな女の子に話聞きたいみたいなのを、編集部から注文して、そのお店に、そういう女の子を紹介してもらって、話を聞くみたいなのもあるんですよ。うんうん。なんかまあ、例えばすごいオタクの女の子に話を聞きたいとか、うんうん、本当は秋葉原でコスプレやってた女の子いないですかみたいな、そんな感じで、編集部と風俗店がバーターで記事を作るみたいなのがあって、まあ、それのまあ現場に行って写真撮って話聞いて記事書いてみたいなことをやってたことがあるんですね。はい。でそれで某雑誌で貧乏な風俗嬢みたいなのをこう特集したことがあって。でもなんか面白そうですね。そう、いろんなお店に行ってそのこの店で働いてる貧乏な女の子に話聞くみたいなやつで、うん、まあなんか3人ぐらい話聞くことになって、うん、でまあ1人目2人目はね、意外とまあ普通というか、まあ実際本当に借金はあるんだろうけど、別に身なりとかは普通で、住んでる場所とかもまあ普通っていうか、お店が用意した寮に住んでますみたいな感じの子が多かったんで。じゃああれですかね、なんかに貢いでる系なんですかね。多分貢いでお金がなくなって今なんとかしてるみたいな感じ。まあまあよくあるパターンですよね、うん、で3人目が店長が、あ、俺が拾ってきた子なんだよねって言って、まずそこからすごい不穏な感じがあったんですけど、なんか怪しいな。でそこがね、なんかコスプレのお店で女子高生系の学校ですみたいな感じのお店やったんですね。あー、だからなんとか学園とかなんとか学院とか。そうそうそう。それでなんか制服着てたりとか、そこのちょっとプレイルームも教室風になってるみたいなのが売りだったんですけど、うんうん、そこの体育倉庫を模したプレイルームがあって、そこに住まわせてるっていう。そこに住まわせているって言うんですね、店長曰く。はい。で、あ、じゃあお願いしますってドア開けたら無茶生活臭がするんですよ。ちょっと臭いというか。体育倉庫は生活臭普通しないんですよ。なんか体育倉庫独特の匂いはしないでしょ。あの匂いはしないんだけど、なんか据えた匂いというか、ちょっとお部屋の女の子の匂いみたいなのするわけですよ。だからまあ両代わりにしてですね。うん。飛び箱が置いてあって、マットが置いてあって、まあ一応ベッドもあったのかな、そんな感じなんですけど、なんか飛び箱のところ見たらなんかゴミが見えて、なんかなと思ったら、飛び箱のとこゴミがぎっしり詰まってたんですね。開けたらこう壇上になってるのポコッと開けたら、まあそこにずーっとそこにいるんですって、その女の子。いやもうそれも体育倉庫に出るお化けじゃないですか。体育倉庫の霊ですよね。ただ霊というにはものすごくリアルで、はい、その体操着着てるんですよ、体育館だから。そこ合わせんでいいね。で、いや、じゃなくて、その子、それしか、その時、服がないんですって言ってて。体操着しか。で、ずっと体操着着てるんです、みたいな。もう、ずっとこの服でここにいるんです。
まあ動きやすいか。でなんかゾウとブルマでいて、でなんか確かに来すぎててちょっと赤字見ているというかただね、見た目はそれなりに普通に可愛い子だったような気がするんですけど、なんかずっと家出少女でその外で寝てて、たらここの社長に声かけられて、どうせ外で寝てるんだったらうちの店でずっと寝てたらいいじゃないかみたいなこと言って連れてこられて、確かまあ外よりは体育倉庫の方がいいかもしれないですね。そう、ずっとここにいるんですその人は働いてはないんですか？働いてるんですよ。あ、働いてるんや。うん、でもすげえ家賃取られるんですみたいなこと言ってたから、なんかめっちゃ多分ただ働きさせられてる感じだったと思うんですよね。なるほど。うん、なんかそこに住み代として家賃取られて、あ、いろいろお金取られてみたいな。ということはその体育倉庫のプレイルーム あんまり人気なかったんでしょうね。っていうことだと思うんですよ。だからそこをプレイルームとして人気がないから住まわせてこき使ってやれみたいな延々、だから私だからいつでも入れるんでみたいなこと言ってたから、ずっとそこにいるからなんかお客さんが来たらいつでもプレイできてみたいな、そういう便利な風に使われてる女の子がいて、なんかすげえ闇を感じましたけどね。その子はだから家で知ってるからお金ないってことですよね。そう、でもなんかあんまりそう何かに貢いで亡くなったとかでもないみたいでしたね。だからあの本当に不器用なタイプかもしれないですね。うん、だから多分親とかがだらしないというか、あんまり頼れる人もいなくて、気づいたら路上生活女子になってたみたいな。じゃあ店長さんも多分何日間か見たんですかね、その子のことを。まあ結局なんか、まあ悪意だけの人でもないみたいで、なんかまあ本当に危ないと思ったみたいなところもあるかもわかんないですけど。そうですね。でもなんか、あの、かくまってるけど体操着ってのはなんかあの、いい人なんか悪い人なんかよくわかんないですね。ガチでは逃がさないぞみたいな感じがちょっとして怖いですよね。ただでは違うぞという。そんなね、ちょっと。風俗の思い出というやつでしたね。ちょっと不思議な感じがしましたね。で、今でも住んでたら面白いんですけどね。それどれぐらい前ですか？15年は前だと思いますね。今40歳ぐらいで普通に働いてたらちょっと面白いですけどね。ありがとうございます。ありがとうございました。リアル現場主義でした。